本日の始球日迎えてまいりましたが、その前に WBC 見ましたか？私が参加させてもらったコンペに出場していた周東選手もまあ大活躍、素晴らしい。準決勝のメキシコ戦の最後、一塁からダーッて走っても大谷抜くんじゃないかぐらいの勢いでホームインして、あれでバッと言いながら涙が出ちゃったくらい本当に感動しました。本当素晴らしい。トレンド入りしてましたよね、周東は一塁でも得点圏っていう。素晴らしい。そして本当優勝おめでとうございます。マネー侍ジャパンの元気をもらいまして、私も元気に活動資金をお送りしていきたいと思います。さて、いくらだったんでしょうか。参りましょう。こちらが、こっちが1の位か。はい、いきます。あ、1の位は6、10の位が16、まあこの辺りはね、100の位が400、ここら辺から1000の位は、おお、5416はもう絶対。あと問題ここだね。前回、先月は5万いくらだったんですけど、今月はじゃん、おお、35416円ということで、まあ先月よりかというところですが、それでもすごいですよね。35416アクションいただいたということで、皆さん本当にたくさん動画をご覧いただきましてありがとうございます。活動資金がさらにプラスになりました。これ活動資金貯めてまた有意義に使っていこうと思います。まあね、今月はちょっとSNS の更新が滞ってしまったんですが、それはちょっとまあある理由がありまして、というのもコニゴル、4月にちょっととあることを予定しておりまして、まだちょっとこの段階では皆様にリリースすることはできないんですが、近々ご報告させていただけると思いますので、ぜひ皆さん楽しみになさっていてください。まあね、とはいえ、今月はすごい技を教えていただいたんですよ。例えばこちらね、これも本当にこの練習をすれば確実にスコア縮むなって私も思いました。あとはこちら、これもね、本当に、いや正直もっと早く知りたかったわっていうくらいめちゃくちゃいいアプローチは、私はもう次回からこれでやりますっていうくらいいい動画だったので、まだ見てないという方はですね、ぜひご覧いただけたらなと思っております。ということで、今月も皆さんたくさん応援してくださって、そしてね、動画再生してくださってありがとうございます。来月はご報告もありますので、ぜひまだまだコニゴル見逃さずにご覧いただけたらと思います。皆さん今月もありがとうございます。